リバル・アル・アサドは、シリア人の国際的民主主義、自由、人権運動家。リファート・アル・アサドとリネアル・ハイルの息子であり、妻は、ジョアンナ・アル・アサド。兄弟にはフランス語の小説、アクール・ペルデュの作者である、シワール・アル・アサド、テレビチャンネル、ANN 及びアラブ人民党を1997年に創設した、ソマール・アル・アサドがいる。また、 バッシャール・アル・アサドとはいとこにあたるが、一貫して対立する立場をとっている。リバルはシリア自由、民主主義組織の設立者及び理事長であり、宗教、文化を超越した対話を推進し、過激思想に対抗する組織イマン財団を設立し、会長を務めている。リバル・アル・アサドは、少年期に政府によって、シリアを追放され、以来10年以上、平和的に祖国の自由、 民主主義、人権を推進するための活動を続けている。2010年にインディペンデント市場でロバート・フィスクのインタビューを受けた際、アラブの春以前の当時の状況の中で新しいシリアに対する希望を語っている。2011年以来、武力衝突が激しさを増し続けるシリア内戦において現在も唯一の解決方法は、 政治的解決であるとの信念を固示している。シリアにおける普遍的な民主的人権を支持する立場を取ると同時に、リバル・アル・アサドは宗教を根幹とする政治団体及び真剣政治に対し非常に活発な批判を行っている。彼が公に批判した団体には、ムスリム同胞団、ヒズボラ、アルヌスラ戦線、ISIS、ハマースよびイラン政府などがある。 シリア国民評議会に対しても、評議員の大半が、ムスリム同胞団のメンバーで占められるというトルコ及び、カタールによる、非民主主義的な評議員の人選を含め批判的な立場をとっている。同様に、自由シリア軍に対する彼の批判は、同軍が、イスラム急進派組織を取り込んでいる点と、イスラム純化主義的急進派である、原水フの排他性を問題にしている。 2010年以降はシリアに平和と安定を確立するために国際社会に協調の呼びかけを続けている。リバルアルアサドは複数の事前事業及び英理事業に出資しており、アラビア語、フランス語、スペイン語及び英語に堪能である。リバルは16人兄弟の13番目としてダマスカスで誕生した。母親は県外医として、 ダマスカスで低所得層のための診療所を運営していた。父親のドクター・リファト・アル・アサドは高等教育機関の学長、軍の高官を歴任し、1984年から1998年の間は名誉副大統領の地位に就いた。前大統領のコハーフィズ・アル・アサドの弟にあたる。リバルは幼少期の環境から民主主義の影響を受けて成長した。 彼の父親は中東で初にして唯一の民主主義と自由を支持するエエール・ファーズンを創刊している。リバルはシリアと中東における複数正当性と自由の重要性を解説する同士の連載記事を読むことを推奨されていた。また、父親は教育の推進にも尽力しており、女性の軍や社会への進出も促進した。リバルの母親リネアルハイルも夫の この方針にのっとってパラシュート兵として訓練を受けた。リバルの父親と叔父の1970年から続く対立が軍事的な対立とバース島の分裂に発展した流れを受け、リバルは1984年に9歳でシリアを離れた。11シュクロに来る氏のインタビューでリバルアルアサドはもし1970年代の政治が父の理想の方向に向かっていれば、 シリアはエジプトと同時期にイスラエルとの和平を果たしていた。と主張している。リバルは家族と共にパリに移り、16歳までそこで暮らした。本人はパリで他の文化に触れた経験によって早い段階で多文化主義と多民族社会への理解を深めることができ、特にユダヤ人社会の理解にあたってはその影響が顕著だったとしている。 アドフスの理念の根幹にある方眼的で多文化主義の社会の追求は彼のこうした現体験によって培われた。16歳の時、リバル・アル・アサドはニューヨークの高校に入学し、ヒューストンの高校でも学んだ後、ボストンの大学に進学した。1984年にシリアを離れた後もなお、リバル・アル・アサドは武力による攻撃の危険にさらされ続け、 1994年、1998年、1999年の3度に、わたって暗殺未遂の対象となった。これらの暗殺未遂が発生した期間のうち、1992年から1997年の間、リバル・アル・アサドは、シリア在住ではなかったが、クリスマス休暇を利用して祖国に戻り、出国を許されていなかった父親と会うことが、 習慣になっていた。1997年から1999年の期間はシリアに泊まり、父親の始めた事前事業を受け継いで活動していた。1980年、シリアにおけるイスラム国家樹立を狙って、現政府の打倒を唱えていた、ムスリム同胞団が、リバルト家族の住居でトラックに満載した爆薬を爆発させようとした。この計画は警備員が、 トラックに発砲して止めたことにより、未遂に終わった。1994年、いとこのバッシャール・アル・アサドとマーヒル・アル・アサドの間で、公の場での論争が起きた2週間後に、ダマスカス国際空港で、リバルを暗殺する目的で兵士が派遣された。リバルは1992年に母親を亡くしており、祖国の父親を訪問した帰りであった。父親が、空港まで、 リバルに付き添ってきていたため、この計画は失敗した。1998年、リバルは政府による暗殺計画の対象になった。彼が自動車でレバノンからタルトゥースに帰る途中、暗い道路にスティンガーを置いて止めるという計画であった。1999年、リバルがスペインに渡航した一週間後、ラタキアの家族の住居が5000名の 共和国防衛軍兵士に攻撃された。アースイフシャウカと司令官の指揮のもと、攻撃機、戦車、ロケットランチャー、ヘリコプターを投入した作戦であった。リバル自身の生命を狙ったものではないが、彼の関係者や事前事業を対象とした攻撃には、次のような例がある。リバル本人やその財産、友人に対する様々な攻撃は、そのような攻撃を可能にする政府と、 政治体制に対する彼の反感に明らかな影響を与えている。リバルアルアサドはしばしば過激主義、テロリズム、独裁体制下で生きることの様々な恐怖を身をもって体験したことに触発されてシリアと中東の平和的な変化とそれによってもたらされる自由と人権のための活動を始めたと語っている。民主主義と自由のための活動は2006年。 アラブニュースネットワークの会長に就任したことから始まった。アンは中東全体における自由と民主主義を支持するテレビのチャンネルである。アラブニュースの衛星チャンネルでは初のシリア、中東、北アフリカの民主主義と自由の促進を目的とするチャンネルとして1997年に開設された。しかし、アンチャンネルは二千九年にシリア政府によって閉鎖された。 アンの検閲に不満を募らせたリバル・アル・アサドは2009年にシリア自由民主主義組織を設立した。2011年にアラブの春が始まる前でありながらリバル・アル・アサドはバッシャール・アル・アサド政府がシリア人民の民主的な未来を阻害しているとして公然と批判した。シリア政府への彼の反感は2010年2月に レガタム研究所で行ったアドフス理事長として初めてのスピーチに現れている。その中で彼は次のように語っている。世界は前進したが、祖国シリアは取り残されています。本来あるべき偉大な国家の姿になり、損ねているのです。それは一般の人々のせいではありません。現在の政府、その政治体制が民主主義と自由。 そして繁栄をもたらせていないからです。政治体制は権威主義的で管理社会です。その体制下で国民は抑圧され、表現の自由や結社の自由を阻害され、人権を侵害され、経済は低迷しています。アドフスの理事長としてリバルは英国議会と欧州議会の議員に対して政治改革のためのロビー活動を続けている。こうした議員の中には、 2010年3月にシリアにおける民主主義と自由の必要性が急激に高まった際、シリア問題に関する超党派議員の会を主催したロバート・ゴッシフ会議員もいる。2010年頃までアドフスはそれほどの存在感を示すことができなかったが、インディペンデント誌の記者であり有名な中東情勢、解説員のロバート・フィスクがリバル・アル・アサドにインタビューを行った。 リバルはインタビューに応じ、その内容はこの記事として発表された。2011年のアラブの春以降、アドフスの活動は勢力を増し始め、リバルは次に挙げるものを含む多数の重要なイベント、組織、機関において講演を行っている。また、リバルは政治と現在の情勢に関するコメンテーターとして定期的にテレビ番組や紙媒体に登場している。 リバルはシリア国民評議会には、その開始当初から批判的な立場を取っている。彼は、評議会のメンバーのうち圧倒的な割合を、ムスリム同胞団が占めており、その選出方法も、民主的な手段ではなく、トルコとカタールの意図によるものだと指摘している。また、彼の批判は、シリア自由軍、及び、原水府にも向けられている。オックスフォード大学と国連の合同企画における、 この中心的なスピーチでは、シリアにおけるアラブの春への楽観は時を置かず混乱と、無用な悲劇のスパイラルを生むだろうというリバルの考えが示されている。イマン財団の理事長としてのリバルアルアサドの活動は、異なる宗教観と異なる文化観の対話を促進し、世界に蔓延する過激主義に対抗することを目的としている。財団は非営利組織であり、異なる 宗教間と異なる文化間の対話を促進し、世界に蔓延する過激主義に対抗することで、メインストリームの言論を進行することを表明している。2010年からリバル・アル・アサドは世界規模で多数の宗教指導者及び政治的指導者と会談し、異なる宗教間と異なる文化間の対話に関する一般的問題と個別の課題について議論を深めている。 イマン財団は多数の会議を主催し、改革主義とイスラム過激主義についての取り組みを行っている。ありがとうございます。